皆さんこんにちは。今ニョキニョキっと来ている注目の人にお話を伺うインタビューバラエティー水曜のニョキ、今週も始まります。ニョキ。皆さんこんにちは、野沢こと野沢美里です。今回のゲストは映画幕末高校生から柄本時生さん、川口春奈さん、千葉雄大さんです。わー。時は幕末、新政府軍の江戸総攻撃を前にやってきたのは勝海舟さんですよね。江戸向け使い所、幕末へやってきた高校教師と生徒たち。これから映画を見る方のために、役の説明をそれぞれお願いします。そうですね、とにかく普通の分かりやすい高校生、とにかく一番多分普通の高校生みたいな、気強いんだけど、なんか言ってることはでかい方なんだけど、なんか意外となんかあった時のビビりだったりとか、そういう普通の高校生役をやりました。こうはっちゃけてるような元気はつらつな、すごいテンションが高くて、ちょっとこう、アホっぽい部分もありつつ、でもなんかこうちょっと人間臭いところもあるような、そんな女の子を演じました。まあなんか高校生なら誰でも一度考えるような進路だったりとか、まあ、両親に対してだったりとかのちょっとこう反抗心みたいなのを持ってたりとか、ちょっとこうひねくれてるような、はい、役柄です。柄本さん、はい、3月の完成会見ではまだ映画を見ていないというのを、はいはい、見てなかったです。はい、もう見ましたか？見ました。はい、見どころを教えてください。僕は個人的にずっと好きなところは、光一さんと玉木さんが2人で、はい、まあ蕎麦屋で会うシーンがあるんですけど、そこがすごい、はい、なんですかね、ずっと長回しなんですけど、はい、そこ一つが長回しでずっと撮ってるんですけど、すごい映画っぽくて、うん、僕はそこはなんかかっこよかったですね。なんか男と男だけの対話みたいな、そういうのだけでなってて、なんかすごいかっこいいなと思いましたね。そこですかね。はい、野さんも、はい、あの映画見せていただいたんですけど、見終わってすぐあのお蕎麦屋さんに直行しました。はい、すごいおそばに食べたくなって、はい、あ、影響されやすいんですね。そうですね。そうですね。そうですね、すぐ影響されちゃいますね。あれあれ、銀座とかで、あ、銀座とかでやってる、えらい結構有名なおそば屋さんのおそばなんですね。そうなんですね。持ってきてくれてたやつって、あ、食べてないのか。映画が幕末に高校生がタイムスリップするという内容でしたが、タイムスリップするならどんな、自分のどの時代に行きたいですか？3歳ぐらい。3歳な、それは一番なんかこう、はい、物心ついて、うん、みんなにこう可愛がられて、水子だったんで、あ、水子、こう可愛がられて、うん、甘やかされて育ってきたんで、はい、その、あ、甘やかされてるな、幸せだなっていうのをちょっと感じてみたい。やっぱ覚えてないんで、もちろんそういうその頃は覚えてない。なんでやっぱり3歳4歳ぐらいが一番こう、うん、記憶にあるのかもしれないので、うん、そこに戻っていろいろ客観的に見てみたいです。あの3歳の頃って七五三があるじゃないですか、はい、すっごい似合いそうですね。3歳の頃の春奈さんのお着物、お着物は好きなんですか？いや、あんまり好きじゃないですか。あ、そうなんですね。きついのでね、締められるんで、はい、結構女の子はきついかもしれないですね。うん、もし本当に3人が同級生だったら、どんな感じのクラスメイトになったと思いますか？仲良くなってるかな。え？仲良くなってないかもしれないですか？どう高校生の時は、はい、なんか一言も話さないで学校から帰るみたいな時があっ
ったから、 その状態だったら仲良くなれないかもしれない。一言も喋らなかったりしたんですか？自分から引っ掛けるのをやって、はい、ちょっとシャイで、やさぐれてたんだな、やさぐれてたんだなっていうゴリゴリのヤンキーやから、うん、あ、そうなんだ、嘘です、嘘です失礼しちゃったにゃーき、ここで突然なんですけど、指差しゲームをしたいと思います。はい、ノーザがするあの質問をするので、その質問に対して一番適してると思う人を指さしてくださいその中で一番変わっていると思う人は誰でしょう。せーの、あ、3人とも川口さんと。なぜですか？私は、はい、私が変わってるというよりは結構消去法で変わってない、うん、はい、変わってない、変わってない、じゃあ変わってるかなと思って。うーん、千葉さんはどうして川口さんが変わっていると思いましたか？まあ消去法で変わってない、変わってないで変わってない。みんな一緒だよ。ちょっと待って理由がない。さん、いや、もう消去法ですこの中で一番 S だと思う人は誰ですか？せーの、はい、なんこれはもうね、うん、もう千葉ちゃんですよ、うんうん、S なんです。ド S です。ド S なんですか？つり S、 あ、そう、つり S、 わかるわかる、すごいわかる。つり S って何？なんかこう、すごいね、隠し、あ、なんだろう、いや僕違うんですよみたいな感じなんだけど、うん、ひどいでしょ。ひどいひどい、そういうなんかあの S っ気がすごいなっていうとか、自己プロデュースができるんです彼は。だから自分はこう、いや、もう僕は尋常なんでみたいな感じでいつも作ってるんですけど、実はうちらは見抜いててすごい私生活とか、いかにこうダークな一面があるとか、すごいね、営業妨害、営業妨害、 S なんだろう、 S と M を兼ね揃えてるよね。兼ね揃えてる、素晴らしい。ああ、ちょっとダークだったとは、ちょっとノーザもショックです。ダーク、ノーザショック、ごめんノーザ。じゃあ逆にこの中で一番ド M だと思う人、せーの、はい、 あ、俺か。山本さん、ド M なんですね。いや、私生活がね、どうなの？私生活ド M なの俺？そうな気がする。でもなんかこう振り幅的には、うん、いやー、なんかド S かド M かって言ったらってことですよね、うん、あ、だったら俺も M かもしれないなと僕も思いますね、自分で。縄とか好きですか？縄は好きじゃないです脳が超すげえ。この中で一番子供っぽいなって思う人は誰ですか？せーの、はい、あ、川口さん、ご自分でも子供っぽいなって。寂しがり屋です。寂しがり屋なんですか？うん、寂しい、一人じゃ何もできないから、うん、結構あの構ってちゃうかもしれない。そうなんですね、まあ、子供っぽいなと思います。なんか一見ちょっとクールな印象があったんですけど、そんなことはなくて、はい、全然、はい、やっぱりリンゴ飴とか好きですか？大好き。あ、大好きですか？私だった。大好き。お祭りといえばリンゴ飴みたいな。そうですね、ね、好きだ、めちゃめちゃ俺も大好き、もう溶ける前からガシガシだね。そうでしょ、人食ったみたいになってる。怖い怖いです、はい、血が、血のりみたいな、血のりみたいな、はい。でもね、子供っぽいっていうよりは、うん、なんか無邪気っていうか、なんかそれですごい明るくなるなみたいな、天真爛漫な、うん、5歳児みたいな。5歳児あ、すごいわかりますね、5歳児5歳児というと
また七五三の五歳のイメージなんですけど。やっぱ着物とか好き。はい、着物だけ素敵ですよね。この中で一番水色が好きそうな人は、いきまーす。せーの、はい。3人とも千葉さん、何か理由があるんですか？怖い、なんか怖くなってきた。勝手なイメージ。勝手なイメージ。水色といえば爽やかとか、爽やかなイメージがありますが。はい、水色好きなのてか自分で言うさしてたけど、あのね、でも、はい、まあ、私服とかは青系は多いんですよ。どんなイメージで、どんなイメージで青が多いんですか？どんなイメージで、はい、どんなイメージで、やっぱまあ夏なんで、はい、夏なんで、まあ、青い海と青い空、青い空と、とやっぱり水色の僕みたいな、水色の僕みたいな。なるほど。ノーザは何色が好きなんですか？ノーザは赤が好きなんですよ。爪も赤です。そう、爪も赤で、やっぱり嫌いな色とか、ね、嫌いな色ですか？灰色ですかね。あ、ちょっと怖い。はい、灰色。あ、灰色でしたね。はい。でもお蕎麦も灰色だったんで、あのちょっと好きになったかもしれません。マジですか？それで好きになる、はい、もう良かったな、じゃあ映画。蕎麦屋のシーンあって良かった。はい、にょーき。水曜のせーの、にょーき。